ですかね。なるほど。はい。太田さんはフロンターレの下部組織出身。はい、そうです。はい、大阪体育大学からクルージャー、はい、で、今が三重という、はい、合ってますか。はい。で、海外経験は、タイへの1ヶ月。そうですね、1ヶ月間タイでプレーさせてもらいましたね。はい、ちょっとその、はい、経緯というか、流れを。去年、岸田さんと同じチームの岩手グルージャ森川でプレーしてて、そこで、まあ、クビになりまして、うん、で、次のチームを探すにあたって、まあ、岸田さんからいろいろタイの情報とか、海外の情報は聞いてて、僕もすごい興味を持ってたんで、まあ、行ってみたいなとは思ってたんですけど、なかなか行くっていう勇気はまだあんまりなかったんですけど、やっぱりちょっとチャレンジしてみようというのと、まあ、岸田さんの大きな後押しとともに、やっぱ、はい、タイに、その練習参加までさせてもらって、うん、はい、1ヶ月ぐらい、そうですね、タイでプレーさせてもらいました。うん、1ヶ月はトライアルっていう形ですか？ああ、そうですね。だから、今、串田さんがいるチョンブリ FC も一緒に参加させてもらって、はいはい。うん、はい、そこで、そうですね、僕は2日で、もう帰れって言われましたね。日本人、僕含めて4人いたんですよ。僕だけ、次の日から来なくていいみたいな感じで。でも、はい、実力的には、健吾は全然多分いけるんよね。うん、いや、ただその、なんやろ、その環境の変化とか、うん、なんか雰囲気とかにも完全に飲まれてた感じはあった。なんかいつも通りの。そうですね。でも2日で追い出されたって話なんですけど、その後1ヶ月いたって言ってたじゃないですか。その1ヶ月、そうですね。もう、それも岸田さんになんかいろいろつないでもらったり紹介してもらって、ラオスのチームがタイに試合に来てて、でそこのチームもなんか練習試合参加させてもらったんですけど。ラオスどこ行かれたんですか？ラオスの、なんでしょ、ちょ名前は。ラオトルタじゃない。あ、そうっす。そうだ、ラオトル。チーム名を覚えるとこからですよね。そうっすよね。すいません。その2チームを受けて、日本に帰られたって感じですか？そうっすね。だからもう1ヶ月もいないっすね。すみません、盛りました。2週間ぐらい。この企画の性質上、こう海外で契約を勝ち取った人の話しか聞いてこなかったんですよ、今。やっぱりこれから海外に行く人にとって、こういう、失敗談みたいなのはすごい貴重になって、はい、今後も海外にチャレンジしたい。いや、そうですね。もう一回ちょっとリベンジしたい気持ちありますね。やっぱ悔しいですよ、やっぱり。経験はね、絶対に海外に行けると思うし。でそういう失敗談をね、これを僕に伝えてあげれば、すごいそれも生きると思うし、と、はい、いうことで、はい、じゃあ逆、次どこの国に行くとか全く決まってないと思うんですけど、はい、どんな面を一番準備していきたいですか？まあ、その食事とか、なんか、生活の面もすごい苦しんだんで、すごいなんか、僕結構神経質で、なんか最初その、水道の水でなんか歯磨きとかもなんかするのすごい抵抗あって、うんうん、そういう心が弱かったなっていうのは、ね、うん、次行った時はもう全然もう何でも いけるなって感じです。おはい、あとそうですね、あと一人でタクシー乗った時もすごいぼったくられたんで、そういうのも、はい、もっとちゃんと勉強して、やっぱりしっかり準備してやっぱ行きたいですね。うん、今リーグ戦が始まったってことなんですけど、JFL の話に、はい、今年上位に入ったらまた J3 っていうところに昇格できるんで、はいはい、本当にそこをチームを上げられるように頑張りたいと思います、うん、自分活躍して。はい、今着てるユニフォームってどこのユニフォームなんですか？ビアティミアです。よろしくお願いします。あー、すごい。じゃあ今のチームのやつなんですね。あ、そうです、はい。かっこいいです。ありがとうございます。はい。番号はちなみに何番？番号3番です。あ、3番ですね。あ、3番、はい。ありがとうございます。はい、ちょっと3番って書いておきます。
では、はい、サッカー少年、はい、サッカー少年、サッカー少女、そして、うん、同じように海外に挑戦したいと思っている人に、うん、もしくは自分の好きな言葉を教えてください。シンプルですけど、楽しむっていうところ。やっぱこの回で一番出る言葉が楽しむ、楽しんでとかなんですよ。なので、それ以外でお願いします。それ以外ですか。やっぱそうっすよね。これから楽しむはじゃあ NG ワードで。いや、じゃあ笑顔で。あ、笑顔で。ニコニコで。では、こんな感じでできてます。じゃじゃーん。いやー、かっこいいっすね。ありがとうございます。ね